九州地方整備局。九州地方整備局河川部河川工事課の坂上雄大です。私が入省しようと思ったきっかけは、昨今の九州地方の災害を受け、何か、大学で学んだ建築の知識を生かして防災や減災に貢献できないかと思って調べたところ、熊本地震の際、道の駅や、熊本地方合同庁舎が、避難場所や災害拠点として活躍した事例を知り、私もこういった施設の整備に携わりたいと思い入省いたしました。私が今担当している業務は土木営善業務といいまして、河川国道事務所の庁舎や道路、河川の管理施設、また公園の建築物の整備などを担当しております。普段河川などを通りかかるときに樋門や樋管の上や部分を見るんですけども、そういった施設を今担当していて、身近にあったものを実際自分たちが整備してるっていう実感が湧きました。休みの日は、天気がいい日は海に行って魚釣りをしています。気分転換するために積極的に外出するようにはしています。他の土木の方々から相談や質問が来た時にうまく答えられるような風になっていきたいと思ってます。プライベートでは、自分の専門知識を深めるために一級建築士の合格を目指して勉強に取り組んでいます。九州地方の防災や減災に貢献できるよう皆さん一緒に頑張りましょう。